はい、皆さん毎度毎度。はい、信号待ちのね、正面の対向車のあのバイクね、ホンダの250のトレイルモデルね、これまあすり抜けしてきてね、トラックの前に出てるよね。これ違反だね、停止線オーバーだね。で、昔はね、二輪車専用の停止線ってのがあって、すり抜けしてね、車の前に出て信号待ちね、あ、危ねえからさっさと行けと。で、さらにね、路側帯がね、自転車専用なんだよね。俺も違反じゃないの、ね、それプラス割り込み違反ってのも最近言われるからね。今のオートバイのね、あのライダーさんね、自転車専用帯を走ってすり抜けて停止線オーバーして割り込み違反と3つ反則を重ねちゃってんだよね。だけどね、車から見るとね、ああやってね、前に出てね、さっさと行ってくれるっていうのが気楽だよね。特にバイクなんかね、早く行きたそうにね、ちょろちょろ後ろに疲れるとね、目障りなんだよね、バックミラーで見ててね。で、あと車の前にね、車間距離開けて走られるのも、これも目障りなんだよね。だったらちょっとアクセル開け気味でどっか消えてくれると本当に助かんだけど、まあ、バイクこれからうるさくなるといえ、車と同じ、後ろに自動車と同じ感覚で車の後ろ走らなければ捕まる時代になっちゃうかもしれないね。